イエス、子供のまーちゃんです。強くするお言葉、心が体を作る。健全な肉体に健全な精神宿るという言葉がある。真理ではないとは言わぬが、決して絶対的真理ではない。健全な精神が健全な肉体を作るのである、精神が先で、その後に肉体ができるということですね。まあ心を強くして、プラス思考を持って、生きていくということを生かしていきましょう。それではまた、じゃねー。